ば右の尻握って、あの右の尻握って左肩の方に行ったら、これうらーってやった、あの自分はここで相手はそこだったら、もうここでもうこっち向く、あおっていい、あおっていい、ためと、もうこれで俺、あので俺の手伸ばす、もうこれまずい、だから抜きたい。手は上げるだけで押すのは手で押さない、足でいい。あ、上げて、ほら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 。で、相手が肩をついてる方に行きましょう。これ、こっちと、こっちは、まあ、上手い人は出すけど、あんまり、まあ、その辺の人だったら肩ついてる番号ってすぐ出すの。で、ここで、カメラ、ここで、脇に深く入れない、巻かれるからね。腰を止め。で、左手を首から入れて、たぶん。で、ここで、まあ、たすきがいいと思うんだけど、この肘が腰を止めとけば、俺の腕巻こうとして、脇で挟めないからね、だけど巻けないね、彼。で、できれば、ちょっといい。できれば、右膝をここに入れてしまう。そしたら、これすごく強い。だから、入ってないと、また左前後。おぉ、なんかまた、なんか曲がれたじゃん。なんか入ってれば回っていい。これも回れない。まあ同じだけだ。多分左手の右手でも一緒だと思うよ。あ、上げたら、このであれば、ここでそのまま入れてみる。そして、はい、カメラ。ここで、たすき。決してもう肘で腰を止めるように。脇深く、すくう意味全くない。腰が動ったらね、相手の腰が。肘で腰を止めて動かさない。こういう力は、この力。おお、止まるよ。これを牛引くと動き出すからね。この動きを、要は右肘と俺の腰で相手の腰を挟むから、とけば、だからこの膝入れたいんだな。右膝入れれば腰と腰が当たるね。だからクラッチ組めなくても、この右肘と右腰でしっかり相手を止めたりしたらちょっと動きづらいよ、ね、これなんか形だけ置いてるだけ、これめっちゃ動くでしょ。これを形だけ真似するとこうな、ギュッめっちゃ挟む、これで動けない。だから手を組んだ場合、こう相手の頭が向こうに向けば向くほどもう動けなくなるよね。これを逆に相手の頭がこっち来て足遠ざけ、そうこっちに回られば回られるほどこれ不利になるから、はい、見たい。あ、それなんか、大丈夫、痛めてない、もし右手で右尻持ったら上げていって上げていって、この時点でどんどん腰と腰を近づける。でここで腰止めて、左入れて腰と右左手を止めてクラッチしてる。でこうし、この肩は引かない、動きやすいよね、多分こっちなんだ。これ動けないですよ。こういう力。これをかけて。もう一回。で、でも、そうだ、なんでこっちからやってるの？現実、この方が、現実は、右手で左尻の方が。そしたら、これ、ここでもう手を入れ始める。現実、これがこういう。左入れて、クラッチして、これ上げる。この方が動きづらいから、ね。ちょっとやって。